大英大英グループの商業ブランドトポストポス北千住店最後のトポス店舗で2016年11月14日18時をもって完全閉店となったトポスはかつて株式会社大英が運営していたディスカウントストアただし展開末期には売上低迷による商品構成の見直しで大英と同様のゼネラルマーチャンダイズストアとなったため看板やチラシからは ディスカウントストアの表記が消されていた。トポス天ヶ崎店阪神、淡路大震災で店舗が倒壊し、閉店となった、東山店最後のトポス北、千住店完全閉店の様子。店員による最後の挨拶を終え、押し寄せた客からは大きな拍手が湧き上がっている。1970年代後半から日本では、物不足がなくなっていき、 単に商品を棚や店頭に並べただけでは売れなくなっていった。そこで、大英はディスカウント業態への参入を決定。大英独自の研究を重ねて誕生したのがトップオスと D マートである。駅前や商店街に出店していて駐車場が少なくて高い層、さらには、大英の近隣店舗との差別化をすべき、大英の既存店を対象に転換していった。 一号店は1980年3月1日に開店した岡山県の柳川店。柳川店は1977年11月、近くの岡山駅前に開店した大ー岡山店との競合を避ける狙いがあった。業態転換後の初年度売上伸び率は驚異的で、一号店の柳川店を出店した1980年には1兆円の売上を達成。 1987年3月転換の藤沢店は2.3倍となり、転換後3、4年で転換前の2、3倍になる店舗も少なくなかった。例として、柳川店、徳山店、福山店、町田店が挙げられる。店舗の特徴は、当初、倉庫型で段ボールに商品を積み重機を極力使わなかったほか、店内のカラースキームを黄色と黒の2色に統一。 買い物袋は、有料、営業時間は一部店舗を除き午前11時午後7時と、大英の GMS より1から2時間短く設定。当時グループ企業だった OMC カード以外のクレジットカードは使用できない。これらにより、ローコストオペレーションを実施した。しかし、1990年頃から売上が低迷し、駐車場の少なさや店舗の老朽化と相まって、 順次閉鎖した。この売り上げの低迷は2から3割安い商品を無理して買い付けて商品の品質を落としていたことが原因とされる。そのため、1991年から1992年にかけて新規出店を停止。当時の副社長であった中内淳をリーダーとして DSA の一式改革を進めていった。1992年に鶴見店、 高月店で商品の GMS からの絞り込み仕入れ方式による営業実験を行ったところ効果が絶大であったためトポスの前提でオペレーションの見直しを行ったこの商品の絞り込み仕入れによる商品の選定のほかインテリア部門の3から4割カットを行った2005年12月1日大英のシンボルマーク変更に伴う合理化策の 一貫として2007年までにトポスの全店を大英に業態転換する予定であった。2006年に入り、立川店、藤沢店、古川橋店、西神店は大英に業態転換し、開店当初の大英店舗に戻った。一方で、野毛店、鶴見店、甘笠店は大英に戻さず、トポスのまま閉店している。 2016年11月14日、最後の店舗であった北、千住店の閉店をもって、36年続いたトポスブランドは消滅した。なお、大英からは大幅な撤退、縮小に至った業態であるが、2008年より、競合企業であるセブンアイホールディングスグループの伊藤洋華堂が、売上減少基存店からディスカウント転換というトポススタイルを模倣して、 ザプライスの名でディスカウント業態に本格的に参入した。イオングループもザビッグという店舗ブランドとして同様な店舗を展開している。また、大英でも子会社によりビッグ、A というディスカウント業態が現存するが、こちらは既存店からの転換スタイルではないため、意味合いが少し変わる。トポスは大英内のみならず、他会社に技術やノウハウを付与し、多数の会社で、 ディスカウントストア業態を開花させる役割も担った。ありがとうございます。